こんにちはグランピー清ー水です。えー、っとですね今日は、えー、こちら今見えてる、えー、アンオーソライズドの 33rpm の再入荷のお知らせと、えーまあ、この 33rpm のペイントキャンペーンの、えー、紹介を、えー、告知をしていきたいと思います。えー、っと今日今回ちょっとですね新しい試みで,、あのー、最,初で最初にこうちょっと話して切って再度 撮影するっていう方法にしてみたんですけど、一回切ると何から話していいかわかんないですね。<laughs> で、えっと、今日はこの、アンオーストライズドサーティスリーリー、R. P. M. の、あの、ペイントキャンペーンのお知らせなんですけど。まずですね、この、サーティスリーリー R. P. M. のフレームが再入荷しました。で、エスト一本ずつ、入荷してます。で、今回入荷したのがですね、えっと、ちょっとパッと見で。あの、なんか様子がおかしいなって思う方もいると思うんですけど。 通常はあのこっち後ろに見えているブルーのフレームと、えー、グレーがあるんですけど、えー、今回入荷したのはこの真っ黒いフレームになります。でこれがですね、えー、電着処理をしたものになりますあの防制処理ですね。で非常に錆に強いあの処理を最初からかけてあります。で通常は、まあ、あのこののブルーの やつもそうなんですけど通常この下にこの上にサフェーサーといって下地の処理下地塗装をしてその上にカラーを吹くという工程になるんですけれども今回はそのカラーをペイントしてない未塗装のモデルが入荷してますで,で,です、ね、今回はそのこのキャンペーンの紹介なんですけどまあ この時点で知らないって方もいると思います。で、詳しくは過去に2回ぐらい動画を上げているのでそちらを見ていただくとして、簡単に説明すると29インチの黒森のハードテールバイクで、えー、下りがめっちゃ楽しいハードテールバイクです。で、その代わり上りはちょっと割り切らないといけない、えー、ですね。ちょっとこうすごく尖ったバイクなので上りはちょっとしんどいというか。 上りのテクニックが必要になってくるちょっと特殊な乗り味になってきますで下りは最高に楽しいですはいでまあ詳しくは先ほど言いましたけど過去の動画をちょっと見ていただければなと思いますで、えー、でですね今回はですねまあこの未塗装のフレームが入荷してきたんですけどでまあこのまま乗ってもいいとは思いますそのこの黒がかっこいいという方はこのまま乗ってもらってもいいんですけどやっぱりこの あくまで下処理のフレームなのでもともとすり傷があったり、えー、ちょっとした小傷っていうのは入ってます基本的にこのように塗装する前提なので、えー、仕上げてはありませんのでこのなんか無骨な感じというかこのインダストリアな感じが好きな方はこのものをってもいいとは思いますで今回ですねでこれのペイントを含めた、えー ご提案をさせていただきますで通常、このフレームがですね、えー、塗装込みの、まあ、ブルーとグレーの場合は13万4000円の消費税になるのでちょっと待ってくださいね、税込みで計算しますと、かける1.1で14万7400円、税込み14万7400円になります。で今回、この未塗装のモデルに限り、ですね、えー、塗装込み。 ですね、好きな色にペイントして、えー、お値段据え置きの14万7,400円で、えー、販売をいたしますでこちらはあのー、国内在庫ある限りになりますで、まあ、こっちなくなって自分で色塗りたいという場合はこっち通常ペイントになるんですけどもこ通常ペイントのフレームだと、えー、14万7,400円プラスペイント代にかかってきますので自分で好きな色にしたいという方は この未塗装モデルで組むのがすごくお得なんじゃないかなと思います。で、えっと、このままで乗りたいっていう方ももちろん OK なんですけどその場合はですね1万円引きの12万4千円の消費税になりますんで、えー、すいませんね13万6400円で購入できます。はい、なのでこう今からペイント好きな色にペイントしたいという方はこちらぜひ。 ご検討いいただければなと思いますで結構もう入荷数もともと少ないので、えー、考えている方はお急ぎください、えー、グランピーには現状1台ずつ S と M が1台ずつありますで、えっと、これちょっとこ小物の付属品もさっき紹介し忘れたので紹介しておきますとエンド小物ですねで最近も普通のもうブースト規格になるのでエンドスルーアクスルの。 ドロップアウトとスルーアクスルのシャフトアクスルですねあとシートクランプこちらがついてますはいこんな感じで、えー、今回はこの 33rpm の、えー、ペイントキャンペーンのお知らせでしたありがとうございます